皆さんこんにちは、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、アコギ弾き語り以外、まあこのチャンネルのですねテーマとは違うんですが、まあ私のアコギ以外の趣味についてですね、今回は番外編のその1ということで、絵ですね、絵を描くのがまあ好きなので、絵についてですね、こんなこともやってるということで、ご紹介したいと思います。まあ私はギター以外にですね、陶芸は15年ぐらいですかね、絵ももう10年、ちょっとやってましてですね、この3つの趣味が主な趣味ですが、まあ、今回はそのうちの絵についてですね、10年ちょっとやってきて、こんな形で、自分のですね、絵のいろんな趣向がですね、変わってきたということも含めてですね、紹介したいと思います。先週ですね、先週絵画展をですね、グループ展なんですけどね、やりました。その時にですね、出展した絵ですね、私は昔からシャンソンが好きでですね、特にこのまあフランソワ・ザルディなんかはよく高校大学時代とかですね、まあ、よく聞いたんですけど、まあ、彼女をですね、モチーフにした、まあ、切り絵風ですね、まあ、いろいろ具象写生画から、まあ、抽象画とかやったんですけどね、まあ、ちょっとまた抽象画をまた離れてですね、まあ、今入るのバンクシーとかですね、まあ、その前のアンディ・ウォーホールじゃないですけど、ちょっとこうまるっきりぐちゃぐちゃのというかですね、抽象じゃなくて具象っぽい形でですね、取り入れてはできないかなってことで、今回は切り絵風でですね、切り絵風でですね、まあそんなにデッサンも難しくない形で、白と黒で。で、まあ、この白いとこはですね、これ何も塗ってないんですよ。キャンバスの白地そのままなんですね。で、それ以外のところを黒で塗ってですね、描きました。まあ、もともと絵を、写真をですね、編集して、どんどん、白か黒、どっちかっていうことでですね、やっていくと、もう、こういう感じでですね、影と、日向っていうかですね、明るいところに分かれるんで、まあ、それをですね、そのメモをもとに、デッサンした形ですね。はい。こんな絵をですね、最近はこんな絵を描いているということです。まあ、それ以外にちょっとですね、色を入れたって言えば、これなんかそうですけどね、ちょっと黒白だけじゃ寂しいってことで、ちょっと色をですね、垂らした感じですね。まあ、結構独自になっちゃったんで、あれなんですが、こんな絵もですね、この間この4点をですね、作品として、出しました。そういうことでですね、できればですね、今回、私が最初ですね、十数年前ですね、絵もやってみたい。もともとですね、絵をやりたかったのは小学校3年生の時ですね、あんまり褒められたこともないですけど、初めてですね、自分が描いた写生の絵がですね、文化祭で、小学校の文化祭でですね、見たら金賞貼ってあったんですよね。学校の金賞だから大したことないんですけど、その時がですね、ものすごく子供心に嬉しかったという記憶がありましてですね、いつか絵描いてみたいっていうのがずっと頭の中にありまして、それで絵をですね、始めたっていう動機です。はい。最初2年ぐらいですね、絵画教室通いました。
まあ、ギターはですね、まあ、独学、まるっきり今でもそう独学でですね、一度も習ったことないんですが、まあ、絵の方はですね、シニア入り口でですね、始めたので、まあ、最初はデッサンとかですね、基礎を習った方がいいということで、絵画教室にですね、2年に行ったんですね。はい。まあ、その時のですね、まあ、作品はですね、まあ、やっぱりこういう感じですよね。はい。こういう感じのですね、まあ、いかにも絵画教室で描いたっていう作品ですよね。はい。こう生物画ですね。はい。こんな感じですね。はい。まあ、絵画教室の部屋の真ん中にですね、生物画ですね、置いたものをですね、自分の位置から見て、デッサンしてですね、まあ、それを、描くということですね。はい。これ2年やりましたですけどね、やっぱりダメなんですね。飽きちゃったんですね。自分が目指したのはこういう絵じゃないんで、2年は基礎でですね、勉強しましたが、まあ、これはずっと続けてもしょうがないなということで、でその後ですね、画家さんのところのアデリエですね、そこでもちょっとそういう画家の先生が、生徒をですね、募集としてるということでですね、今度は、変えてですね、教室を変えて、通い出して、まあ、今日にですね、至ります。で、まあ、最初は風景画ですね、油絵でですね、風景画で、まあ、私はシャンソンが好きで、パリもですね、好きなんで何回か行って、まあ、カメラにですね、景色を収めたり、ちょっとしたデッサンしたりしてですね、まあ、これはモンマルトルの丘ですね、でこういうのを、まあ、描いたり、あと、まあ、こういうあれですね、公園の絵ですね、はい、とか、これはまあ、ご存知の赤い風車のですね、ムーランルージュですね、はい、ムーランルージュの夜の絵とかですね、まあ、これもちょっとぐちゃぐちゃに、もう色重ねてぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、これもモンバルトルの丘の、これサブレクルジーンですよね。はい。のところのですね、見える、まあ、通りということで、まあ、こういう、まあ、他にもいっぱい風景画ですね、まあ、描いてるんですけど、まあ、こんな感じの絵をですね、まあ、当初、風景画ということで、まあ、好きでですね、描いてました。で、同じ風景画でもですね、まるっきり見た感じの風景じゃなくてですね、まあ多少自分のですね、心象を、風景っていうか、目に映ったですね、心に残った、まあ、絵を描こうということで、これはコロナの前ですね、コロナの始まる、半年前だったんですかね、2019年の夏ですね。はい。イギリス旅行した時の、これイングランドのですね、ストーンヘンジですね。まあ、確かにパワースポットでですね、いや、やっぱりパワーがなんか感じました。まあ、そのイメージをですね、これ夕日の赤じゃなくて、まあ、エネルギーを感じたっていうことでですね、これを、ストーンヘンジ、まあ、実際はこんな赤くはもちろんないんですけどね、まあ、ややこちらがこういう感じでですね、抽象画風にですね、なってきた感じですね。はい。であとは、まあ、まあ、こういう、感じでですね、はい。まあ、これなんかもこれ、まあ、時空を超えてっていうんで、ビートルズのですね、アクロス・ディ・ユニバースじゃないですけどね、
そう、宇宙もちょっとイメージしたですね感じで書いた、これなんかもですね、黄色中心の絵ですけどね、はい、自分のイメージでですね、色で表現したという感じですね。まあ、こんな絵もですね、そういう同じですね。この時期が結構長くですね、続きました。まあ、この辺なんかもそういうイメージですね。これはだから さらに、最近になりますけどね、はい、もう縦横どこでもいいんですね、これね、はい、もう色彩のをですね、自分で感じた好きな色をですね、塗りたくったという感じですけど、まあ、こんな形でですね、具象からですね、写生というか、その物事も目に見えるそのままの具象から、だんだんとですね、まあ、自分のイメージの世界ということで抽象ということでですね、絵が移り変わってきました。最近はですね、先ほど見せたような、まあ、バンクシーとかですね、まあ、アンディ・ウォーホールじゃないですけど、そういう影響を受けてですね、単なる、まあ、抽象じゃなくて、多少デザイン的なですね、ものを取り入れた形でですね、反具象っていうんですかね、反抽象っていうんですかね、そういうのにもですね、興味があって、まあ、これから、まあ、その辺の切り絵風のですね、絵をですね、どういうふうにまた、自分の中でまた発展させていきたいかなということでですね、考えています。はい。まあ、今回は本当に番外編ということでですね、まあ、ギターには全然関係ないんですけど、まあ、私のその他の趣味についてですね、ご紹介、させていただきました。まあギターもそうですけどね、毎日、もちろん、弾いた方がいいんでしょうけど、もう、まあ、風呂上がりにちょこちょこっと、まあ、10分ぐらい弾くぐらいのが一般的な、生活で、まあ、絵もですね、毎日描いてるわけではありません。で、まあ、週に1回とかですね、毎日は2週間に1回とか、アトリエに行ってますし、まあ、そういう展覧会なんかに出したりしてますので、そうするとですね、今回次何を書こうかなということでですね、書いたりしてます。まあ、いろいろ趣味は他に陶芸だとかあれですけど、まあ、アコギがですね、いいのは YouTube にアップしたり、すればですね、ギター以外はですね、在庫がたまんないのがいいなと思います。まあ、絵がですね、まあ、結構部屋にも、もうまだ、いっぱいですね。まあ、潰したりね、描いた絵の上にまた、次の絵を描いたりして、潰したりしてるんですけど、結構やっぱり溜まってきちゃうんですね。はい。陶芸ももう、だいぶ処分は、してるんですけどね、それでもまだ200個ぐらいは残ってるんで、まあ、死ぬ前にですわね、自分がですね、いつかきちっと処分はしなくちゃいけないとは思ってるんですが、まあ、そういう意味では、ギターはギター本体以外はですね、何も残らないんで、これは便利な、本当にそういう意味では、いい趣味じゃないかなと思います。まあ、今回はですね、アコギ弾き語り以外の趣味ということで、まあ、打足なビデオなんですが、たまたま、こんなこともですね、実はやりながら日々生活してるということでですね、ご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。